ウェルネスがウェルビーイングになった理由とウェルビーイングの意味を、まあ、教えてほしいと。まずウェルビーイング の意味ということで言うと、健康で幸せな状態と。またウェルネスは健康で幸せな状態を目指すこと。じゃあなぜウェルネスがウェルビーイングになったのかと。幸せを他の方に差し上げれば差し上げるほど、その本人がより幸せになれる。健康で幸せな状態、いわゆるやっぱりウェルビーイングにつながるもんだなと。もう一つがですね、味の素グループに対してどんなことを期待されているかということ。サステナビリティ諮問会議、石川良樹さんというウェルビーイングの第一人者の方がいらっしゃって、まあ、特にこのウェルビーイング、日本語で言うと健康、これが日本語では健さちであるし、また英語で言うとウェルビーイングになると。この志を進化をさせるときに、ぜひウェルビーイングという言葉を入れていきたいんだということが背景の一つとしてはあると。生活者の方とか社会の方とも一緒に語り合いながら競争していこうっていう思いがより強くなってきてるんじゃないのかな。オムロンさんと一緒に、健康経営のコンソーシアムみたいなのを、作って発表させていただいてますけれども、やっぱ一社だけでやってもなかなか社会課題の解決当然できますけれども、ね、はい、やっぱり志をやっぱり共にする、人たちとどう一緒に共同できるか、はい、これがすごく大事だなと。アミノサイエンスっていう言葉については相当議論あったんですね。創業以来アミノ酸の働きに徹底的にこだわってきた素材とか、サービスとか製品とか、あるいはそのマーケティングとか技術とか、これからもそれ活用していきたいと。味の素の特徴の一つが、いろんなことを科学的なアプローチ、サイエンスアプローチするっていうのが割と好きで、これは技術の部門だけではなくて、例えばマーケティング、これも人の心がどういうふうに動くのだっていうことをやっぱりサイエンスベースで考えていくとかね、このアミノサイエンスという、我々の造語、これをやっぱりしっかりとお伝えすることで、高橋さん言われるような、あ、いいねっていうふうに志を共にしていただく方、こういうことがやっぱ増えるかもしれないんだと。どうやると何かやっぱ共感していけるのかなみたいなこともぜひ話していきたいなって思います。